人気 YouTuber たちが、まあ、やなんていう YouTube の YouTuber の誕生日会に参加して、緊急事態宣言中の中飲み会に参加して3時ぐらいまで飲み食いしてたっていう話について自分の意見をちょっと言おうかなと思います。で、まず、そのさ、あの人たちが、あの人たちって多分全員頭が悪いと思うんですよね。で、なんでかっていうと、ああいうことをすると炎上して謝罪しなきゃいけないっていう前例っていうのは、もうこの直近で何個もあるわけですよ。で、有名人だったり政治家、こう著名な人間になればなるほどああいう流れになるっていうのは容易に想像つくんで、そのああいうことをして炎上して謝罪したかったんだったら、謝罪をしたいっていうことだったら頭悪くないと思うんですけど、すいませんでした、自覚足りませんでしたっていうのを、まあ不本意ながら謝罪してるんだったとしたら、まあ多分相当頭悪いと思うんですけど、なのでそこはみんな頭悪いですよ。で、あとその参加した YouTuber の中にはその企業とのコラボ、仕事のつながり、付き合いがあって、コロナの関連の仕事だったり、なんだ、こう医療従事者だったり、そのコロナ関連のことに募金をこう集うような仕事もしてた人間もいるんで、そういうことを考えると、そこもバカだと思うんですよね。要はそのコンプライアンスの意識がある中で会社もで、そこをちゃんとやっぱ契約するときにいろいろ契約内容あると思うんですね。で、それ守ってないってことは誰かに迷惑かけることになるんで、それも信用なくしますよね。で、なんでそのあの人たち全員その30人ぐらい参加してますけど、まあその誕生日会の主催してた側も含めて全員その要は反社会的な行動は全然普通に取りますよと、こういう状況の中でもね、他人にクソだと思われても全然やりますよって。で、まあ東京都だと多分路上での喫煙って都の条例に反してると思うんでダメですよね。で、あと立ち小便とかは論外で、あれ犯罪になりますね。で、ああいうグレーな行動も、まあ、取るような人たち、まあ、グレーっていうか、まあ、グレーとか黒に近いようなことも全然平気で取りますよっていうあの人たちなわけですよ。なんでそういう人たちは事務所とかその、企業案件とかをしなければいいのになと思うんですよね。だ、その自分はすごいクソでカスでどうしようもない人間で、まあ、倫理道徳もガバガバですという感じで YouTube 個人でね、自分みたいにやれるんで、そういう風に寄っていけばいいのになと思いますよね。別に酒飲むことは要請お願いなんで犯罪じゃないし、飲食店の場合はその8時以降酒類の提供は禁止とまではされてない、要請なんで、あれもちょっとその自分詳しくないですけど、飲食店側もまあ食うのに必死なんで、あれだけね、こう大所帯で飯最後深夜まで飲み食いしてもらうと、まあ金ももらえるんで、まあ飲食店側としてはありがたいと思うんですけど、まあ飲食店も飲食店で、まあうちはそのね、食っていくためには手段を選ばないです、選んでれるほど金回りが良くないですっていうその世間のイメージとかそういうの気にしないんであれば、まあ別にいいんじゃないかなと思いますけどね。で、そのお酒飲む、今回の飲むこととか、その泥酔してその母親としての自覚ないんじゃないかって当の本人あやなんさん言われてますけど、まあ別にそれもね、私はこういう人間なんだっていうことでやっていくんであれば全然俺はいいと思うし、その他人、そんな他人のさ、親としての自覚ないとかさ、気になる？そんなに。別にどうでもいいけどね。
しかもさ、そもそもさ、その根本的にさ、みんなさ、自分がコロナになりたくないわけじゃん。ね、コロナになったら死ぬかもしれない、まあなんだ、その後遺症があるかもしれないっていうことでみんなビクビク怯えててるわけじゃん。でさ、あの俺なんか札幌に住んでるから、その東京のその局地的にどっかの店貸し切って飲み会してることなんて別にどうだっていいんですよ。全然気になんないしね、当事者でもないし誘われてないし、で俺も倫理道徳ガバガバだし、別にクソだと思われようと何とも思わないし、クソなんで全然その気にしないんですけど、だからみんなそういうさ、ブランディングでさ、なんか変にさ、いい人だとかさ、子育てアピールとかさ、ちゃんとしてますアピールしてるからこうやって叩かれるけど、もうクソ人間なんですってことでやればいいのにねと思うけど、飲み会したっていいじゃん別に、クソだって思われてね、それは反射的な社会的な行動なんじゃないのって言われようと、別にお前らに関係ないだろっていうので突っぱねればいいと思うんですけどね。わざわざ謝罪してるからさ、ダメだなーと、ダメだよなーって思いながらみんなやってるってことでしょ。なんかどうなのっていう、みんな辞めれば事務所って思いますけどね、個人でやればいいのにってで会社とのその事業案件とかも受けなければいいじゃんって思いますけどね。叩かれようと何しようと別にね、あの人はそういう人間だよねっていうことでみんな何とも思わないんじゃないですか。見る人は見るしさ、だって結局その YouTube ってさ、ね、見てくれりゃいいわけで、正味な話その人の、ね、性格とか人格はどうであろうと見てくれりゃいいわけで、見てくれたさえすればその反応があればいいんですよ結局ね。それはもう証明されてるじゃないですか。炎上系のネタ使う人もいれば過激なことして、まあ法に触れたりすれば捕まるしみたいな、まあ、それはもう前例もあるし証明されてるんで、そういうコンテンツなんで、うん、別にいいんじゃないですかね。自分なんかは一応その会社員なんで、まあ、会社に迷惑かけることはまずいんで、まあそもそも酒も飲まないし友達もいないしみんなから嫌われてるから誰にからも誘われてないんですけど、まあね、一応その誰かに迷惑かけたりリスクがあるなっていうのは一応そういうのは避けようかなとね。自分この YouTube 一本でさ食っていけるんだったらさ、別に何しちゃって構わないし、そのね、そもそも倫理とか道徳とかそういうのガバガバなんでどんどん他が外れていくと思うんですけど、まあ一応ね、金稼ぐ個人として能力がないんで会社に所属しながらやってるんで、まあそこはね守りますけど、で、あの人たちはね、そういう感じで企業とのつながりもあるけど、頭が悪くて、大丈夫なんじゃないのって思ってる頭の悪い人たちで、おバカなんで、で、ああいう世間の風潮とかも気にしないで、とりあえず、ね、やるっていう。ね、アヤナンさんに関しては多分そのもう誕生日、30人とか40人に祝われる快感がもうたまらないんでしょうね。だからもうずっと毎年コンスタントにやってるから、もうその快感をね、風俗とかオナニーとかと同じで、もう一度やっちゃったらもうその快感、もうセロトニン出て幸福感が出るんで、もうその快感が忘れられないから、まあ、どんな状況でも多分やると思うんですけど、多分あれじゃない、ね、明日地球が終わるってなってもやるんじゃないの、誕生日だったらまあっていう感じで全然うん、いいと思いますけど、犯罪じゃないし、自分はそう思います。あとその医療従事者のこと考えてあげてよとか、外野が結構医療従事者じゃない人たちが結構言ってたりするんですけど、それもなんかお前に関係あるのかなと思いますけどね。お前が別にね、そもそもお前誘われてないし、お前はね、嫌だなと思うんだったらお前はずっと家にいればいいじゃんって思いますけど、お前家にいるんだったらお前映んないから行くねっていう。で、あとその医療従事者の人たちで、医療従事者で働いてますと、で、そういう行動はどうなのかなって思いますって、がっかりです残念ですって言ってる連中もいるけど、
そのさ、まずさ、お前自分が、やりたくないんだったら辞めればいいんじゃないですか、その仕事ね。金もらって誰かのやりたくない仕事をやるわけですから、働くってそういうことじゃないですか。やりたくもないことを、誰かがやりたくないことを金もらう代わりにやるわけで、でコロナの病棟とかに勤務してる医療従事者って、その別途その手当ももらえるんですね、コロナの。なんで、まあ辞めればって、その嫌なら、金のためにみんなやってると思うんで、うん、それが嫌なら辞めればいいんじゃないですかと思いますけど。でまあね、そうやって働いてる現場の人たちとか、まあ外野の人、ファンの人、その今回のね、おバカ30人たちのファンの人たちが、いや、がっかりしました、残念ですっていうのも、それはもう勝手なんですよね。それは本人の自由で、そう思っても、まあそう思われても仕方ないし、なんだ、そう言う、そう思うのは自由なんで、本人のそれも自由だと思うんですよね。まあ、ただその俺みたいに第三者第四者的な目線から見ると、全体としてね、まあ、医療従事者の連中、嫌なら辞めればいいし、その外野で残念ですって言ってる連中は、まあお前に関係なくねっていう、まあ、家にいればって思いますけど、はい、まあ自分はそんな感じですね。はい、今回の30人たちは、だからこれからは、今回の30人たちは30人ぐらいか、あの謝罪動画出してますけど、もう個人で、事務所と契約切って個人でやって、で自分は最あクソな人間ですと、倫理とか道徳もないし、犯罪スレスレのグレーな行動も取るし、まあ、バレなければ犯罪行為も全然しますっていう感じで YouTube やればいいんだと思います。ダメージも少ないし、謝罪の動画とかもね、出す必要ないし、ね、炎上したとしてもそれで美味しいんじゃないでしょうか。はい、っていう感じで、自分の意見はそんな感じでした。